はい、皆さんこんにちは。ちょっと風が強いので、音がちょっと雑音がたくさん入っちゃって申し訳ないんですけども、ちょっと速報が入っているんで、お話ししていきます。今ちょっと、外出たので、風がちょっと強くて雑音申し訳ないんですけども、結論だけお話をしていきます。ココア大好きさんからいただきました。ありがとうございます。マスクおかしいですね。はい。で、ロシア代表、これが決定したとしたそうです。驚きの、ドキドキなんですけど、ちょっと見ていきますね。ロシア代表、男子からコンドラチェク選手ですね。はい。コンドラチェク、モザリョフ、コリアダ、この3人ということになったそうです。はい。で、セメネンコとグメリンクは補欠ということになったそうですね。なるほど。欧州選手権の結果、これが大きく響いてしまったかなっていう印象があるんですけど、そして女子なんですけど、ワリエワ、トゥルソワ、シェルバコワ、この3人に決定ということになりました。はい。この3人ですね。まあ、でもこれはもう、そうなるよねっていう感じですね。まあ、リーザ悔しいですけども、リーザとフロミフが補欠ということになったという感じですね。はい。しかし、それだけじゃないんです、問題は。おっしゃる通りで、ワクチン未接種の件は、どうなることやら、医学的理由を成年ではなく未成年だからという拡大解釈してオリンピック出場という感じに、なるのかもしれませんね。ちなみにフランスはいかなる施設もワクチン接種未証、証明書がないと、立ち入り禁止なんで、このままコロナが収束に向かわなければ、モンペリ目のモンペリへの世界選手、あ、そうですね、モンペリへか、世界選手権も、フランスですね、出場不可になってしまうかもしれません。今後、こうした対応の国が増えれば、18歳未満にはワクチン接種禁止という法律がある。あ、これ、法律だったんだ、なるほど、法律だったんですね。あ、なるほど、だから、これ、どうするんでしょうかね、ちょっと本当、カオスじゃないですか、めっちゃカオスですね。あと、先ほどちょっと最新情報も来てますので、そちらも後でちょっとお話ししようかなと思うんですけど、家帰ったらすぐに翻訳記事をね、皆さんも紹介しようと思うんですけど、まあ、ワクチン接種禁止という法律があるロシアの若年若手、若年の選手にとって厳しい状況に、なりますねということで、本当にどうなっちゃうんでしょうかね、今回。今回、本当、でもこう法律で禁止って決められてるなら、どうしようもない気がするんですよ。どうしたんだろう。ちょっとわかんないですね、本当に。はい。でもとりあえず、代表については、まあ、女子はワリエワ、トゥルソワ、シェルバコワになったということですね。まあ、リーザ悔しいですけどね。リーザ悔しいけど、でも、まあ、欧州選手権の結果良かったんでね、シェルバコワね。僕、シェルバコワ好きなんですよね。みんな好きなんで。まあ、またなんか、結局またね、前と同じようになってるんですけどね、全日本選手権と同じにね。はい。というわけで、皆さん、ありがとうございます。速報でした。はい。